ください。さて、ここで新田教の花火大会についてご紹介をいたしましょう。藤本さん、お願いします。はい、かしこまりました。今を遡ることおよそ70年前のことです。当時日本は戦争に敗れ、国土は焦土化し、人々の心を崩壊し、国民の多くが自信をなくしていました。この時代に新田教の教祖大塚泰一先生は、花火をやろうと言われ実行されました。花火は日本に古くから伝わっていて、民衆に愛されてきた華麗で荘厳な伝統文化です。花火を打ち上げることによって、日本古来の優れた伝統芸術を再確認し、日本と日本精神の素晴らしさに誇りと自信を取り戻してもらいたい、大塚寛一先生のそういった思いで花火を始められました。その後、全国各地で花火大会が行われるようになったそうです。貴重なエピソードありがとうございました。今速射で天空の花パート1をお楽しみいただいておりますが、今回の速射では玉の大きさを2種類ご用意されたそうですね。暗号玉と呼んでいる直径9センチの玉と、暗号玉という直径12センチ、この2種類を混ぜて打ち上げさせてもらいます。センチと12センチでどういうふうな効果の違いが出るんですか。まあ、こういったと今上がった4号玉ですね。はい、次のもこれも4号玉です、はいはい、ちょっと3号玉さっき上がってしまったんですけれども、大きさの違いっていうのを、見て比べてみてください。はい、3号玉の方がちょっと小さく、ね、そうですね。さあ、ここで大空に真っ赤なバラの花を咲かせていただきましょう。細谷さん、打ち上げお願いします。かしこまりました。それではスターマイン、愛の花束点火。スターマインに愛の花束。